ゆるパンダとグレーの二人ごと一気見日なんか韓国産のラーメンがやばいみたい。韓国産のラーメン？どんな風にやばいの？では、どのようにやばいのか。次の韓国産のラーメンをめぐる報道内容を見てみてよ。韓国で、欧州連合 EU 向けの韓国産インスタントラーメンが全て廃棄される可能性が指摘されている。EU が強化した輸入品に対するルールに、韓国政府や企業が対応できていないからだ。EU は今年1月から、一級発がん物質エチレンオキシドが基準値を超えて輸入品に含まれていないことを証明する書類の提出を義務付けた。昨年8月、韓国の大手食品会社がヨーロッパに輸出したインスタントラーメンから、基準値を上回るエチレンオキシドが検出されて全量廃棄となり、EU はルールを厳格化した形だ。エチレンオキシドは消毒や殺菌に使われ、人体にも有害な化学物質。国際がん研究機関は一級発がん物質に指定している。昨年8月に廃棄された EU 向けのインスタントラーメンは、韓国国内では販売されていない。今回輸出した分も全量廃棄となる可能性がある。ただ、これまでの経緯を考えれば、韓国政府や企業に落ち度があると言われても仕方ない部分はある。一級発がん物質、エチレンオキシドが基準値を超えてるだと？マジヤバじゃねえか。韓国産ラーメンザーケンな。怖いよね。でも、一番問題なのは、基準値を上回るエチレンオキシドが検出されたインスタントラーメンが、なぜか韓国国内では販売されていないってところ。これってどういうことなんだろう。まさか、計画的犯行？どうだろう。さすがにそれはないとは思いたいけれど。ちなみにネットでは、やらかしとるな。日本のマスコミ、今韓国で大人気のラーメンがこちら。ご利用しますごみくたばってほしいな。まあそのおかげか、テレビ業界は、社用どころじゃなく垂直効果やけど。あっちで売れなければ日本で、になる可能性大。これ食べる日本人いるのが不思議。韓国国内でも食べないものを EU に売りつけてたのか。相変わらず面の皮が厚いな。しかも自国で売っていないとは笑わせるなわら。他も色々あるんだろうけど、韓国産の食品は本気でやばい。マスゴミは余計なことで欧州を見習え、みたいな風潮あるけど、こういうのはなんで話題にしないんだよ。キャベツ来たー。日本もさっさと止めろ。日本で平気に売ってるのは大丈夫なのかな。などと、多くの人がドン引きしてるみたい。そりゃあドン引きするわ。でもネットの声にもあるように、そんなやばい韓国産のラーメンを日本のマスゴミは、今韓国で大人気のラーメンがこちら、とうたってご利用ししてるんだからな。マジで大問題っしょ。もしかして、マスコミも共犯だったりして。ありえる。とにかく韓国産のラーメン。みんなも警戒した方がいいよ。このような事実が報じられた以上、食べる食べないは自己責任だからね。言われる前に、韓国産のラーメンなんか食べないし。まあそうだね。とにかく気をつけよう。韓国産ラーメンザーケンな。グレーはヤドカリの中身がどうなってるか知ってる？ヤドカリの中身？知らん。なんかネットでヤドカリの中身が話題になってるみたい。中身が見えてんの？見えてるみたい。マジか。では、そんなネットで話題になってるヤドカリの中身を見てみてよ。スサミ町立エビとカニの水族館。
知られざるヤドカリの中身の実態。違うんですけど、グレイはどんな感じで想像してたの？短めのお尻。短めのお尻か。確かにそんなイメージだね。でも実際はめっちゃ長いお尻だったね。知らんかった。てか、なんかエビっぽくね。確かにエビっぽくもあるね。ちなみにネットの反応はというと、事実はすごい、かなんか悲しいな。きしょ。ヤドカリって中身こんな感じになってるんや。これ知りたかったやつ。よく入ってくれたね、この透明な入れ物に。え、めっちゃキモい。尻尾なのは知ってたけど、こう見ると割とエビですね。本当に貝殻を掴んで背負ってるんだなってのがよくわかる。サザエを連想して食ったらうまそうとか思うのは多分日本人くらいだろうな。尻尾の握力と背筋力がすごい。疲れそう。透明なのつけてると、宇宙から来た生物感が満載ですね。カタツムリもこんな感じだろうかい。エビだわこれ、などとみんな興味津々みたい。なんかヤドカリって、こうやって見ると、エビとサザエが混ざったような生き物だな。エイリアンっぽくもあるし、なんだか少しだけキモいけれど、新発見だよ。そうだね。でもヤドカリって不思議な生物だよね。うん。不思議だし、めちゃんこ勉強になった。つさみ調律エビとカニの水族館さん、ありがとう。こういうあまり知られていない事実を知ると、なんだかちょっぴり嬉しくなるね。うん、嬉しくなる。いつもネガティブな話題ばかりだから、こういう話題は心の平穏につながるよ。そうだね。たまにはこんな話題も必要だと思う。だな。か。グレイ。なんか TBS がやらかしたみたい。TBS?TBS さーけんだ。なんと TBS の人気番組であるアイアム冒険少年でやらせが発覚したみたい。やらせ?うん。どうもアバレル君の無人島脱出の中で使用されたイカダはスタッフが制作していたり、イカダを船で牽引したりしていたんだって。 100% やらせじゃねえか。おい TBS、視聴者を騙すんじゃねえよ。ではそんなアイアム冒険少年のやらせに関する報道内容を見てみて。2021年11月25日正午、港にアバレル君が現れた。送迎車から降りたアバレル君は服で顔を覆い、周囲を警戒しながら素早く船に乗り込んだ。左手にはいつも番組で使用している青いリュックサックが下げられていた。10分後、船には救命ボートが乗せられ、カメラスタッフが乗り込みすぐに出航。アバレル君はその日、港に帰ってこなかった。アバレル君本人は浜に寝転び、スタッフだけが作業する時も。翌朝、取材班は港を離れ、A 島からほど近い対岸のあるエリアから、脱出用のイカダを組み立てるアバレル君の姿を確認した。2022年1月3日に放送された冒険少年の特番では、愛用のナイフを失ったものの、知恵を駆使しながら、釘を加工し製作した釘ナイフを使って、一人イカダ作りに取り掛かっていたアバレル君だが、実際は複数のスタッフがイカダの作成を手伝っていたようだ。オールを漕ぐも15分で断念、スタッフの手につかまり船に乗り込む。新たな伝説の始まりでい、進む進む、船が進むくん。超えたからかに、オールを漕ぐ暴れる君のイカダには、スタッフが乗船し、イカダの前を進む船から、
しっかりとロープが張られている。そのロープに牽引されて、暴れる君の乗ったイカダはぐんぐんと進んでいった。途中、船がイカダに近づき、スタッフがロープを外すと、撮影が始まった。マジで悪質だな。嘘ばっかじゃねえか。アイアム冒険少年ザケンナ。ネットでも、多くの人が呆れ果てていて、次のような声が飛び交ってるんだよ。この手のやらせは番組打ち切りレベル。このご時世、やらせなんかすぐバレるのに、ご苦労なこった。あ、バレるくん。ほんと TBS はこりんな。クレイジージャーニーでの教訓はないのか。うちの小児が大好きな番組。ドキュメンタリーとバラエティーの違いだな。これは、告発したやつを褒めるレベルだわ。そもそもそういうやらせ部分があるんやろなって前提で見てたから、別になんとも思わんわ。あんなもんを一人で全部、ガチでできるわけないのよ。今のテレビなんてこんなもんだと割り切ろう。一人じゃ無理だとは思ったが、ここまでおんぶに抱っこなの見させられるときついな。暴れるさん終わった。ガチでやってたら、暴れるくんはもうこの世にいないってわら。イカダ適当に作って出航とか死ぬしな。フィクションですと、小さくテロップ入れたら。やらせだと暴露されてるのに、この程度しか書き込みがないところが、テレビが完全に信用を失ってることを物語ってる。あ、バレルくん。今後の芸能活動に支障をきたすんじゃね？そうだね。きたすかもしれないね。でも、暴れるくんは、テレビの言うことを聞く、単なる演者だからね。諸悪の根源は、この番組を企画構成している TBS でしょ。ちなみに TBS、今回の文春法を受けて、イカダは安全面や環境面も考慮して、専門家の指導のもと、出演者とスタッフが一緒に作っております。船の専門家とも相談しながら、安全な場所にイカダを牽引することがありました。今後の放送に影響はありません、と開き直ってるみたい。子供を含む視聴者を騙しといて、よく言えるわ。TBS は、アイアム冒険少年を目を輝かせて見ている子供の夢を奪ってんだぞ。開き直るんじゃなくて、ちゃんと反省しろ。ほんとだよ。まあでも、言えることは、テレビのやることなんて鵜呑みにしちゃダメってこと。報道番組もそうだけど、バラエティ番組も信用してはいけない。そういうことだよ。マジだ。テレビを見たら騙される。テレビザーケンナ。異常だよね。すい。なんか、ある夫婦のほっこり誕生日エピソードに、フェミが発狂してるみたい。またフェミ？フェミザーケンナ。今回のフェミの発狂ぶりを目の当たりにすると、やっぱしフェミって、女性の人権云々に対し怒っているのではなく、ただ単に、嫉妬にまみれてるだけなんじゃないのって思ってしまうんだよ。マジか。ではそんな、ある夫婦のほっこり誕生日エピソードと、そこからフェミが発狂するまでの流れを見てみてよ。犬1。チョコレート専門店で、妻に、誕生日やから好きなだけ買ってええよ、と見栄を張ったものの、想定の倍近くの会計に、さすがに買いすぎやろ、という気持ちが一瞬頭をよぎったが、よく見ると、全種2個ずつ入っていて、妻の、毎日1個ずつ一緒に食べようね、という言葉を聞いたとき、自分の器の小ささを再確認。この心温まる夫婦のほっこり誕生日エピソードに対し、フェミが次のように発狂。トゥーンベリゴン。秘宝。心温まる夫婦の誕生日エピソードに、赤の他人のフェミニストが難癖を決める。秘宝。やべえ、フェミニスト、
赤の他人の夫婦の誕生日ツイートにうじゃうじゃ湧く。やばくない？これってどう考えても嫉妬でしょ。マジでただの嫉妬じゃねえか。嫉妬まみれのフェミザーケンだ。それでね、このフェミの発狂被害に遭った犬一さんの奥さんがフェミに対し次のように反論してるんだよ。福士ひとみ、誕生日プレゼントがこれだけなんてと心配してくださる方もいらっしゃいますが、私は満足しておりますし、家庭内で不遇な扱いを受けているわけでもありませんので、ご安心ください。お気遣いくださりありがとうございます。ちなみに夫の名誉のために言えば、私への誕生日プレゼントがスタジオ1件だったこともありますし、今回に関しても他にもいろいろ楽しいものをプレゼントしてくれました。決してケチなわけではありませんし、家計が窮しているわけでもありませんので、どうぞご安心いただければと思います。この奥さん、誰もがわかるようにしっかりと説明をしてあげるなんて、めちゃんこ人間ができてね。うん、人間ができてる。素晴らしいお人だよね。でもね、この奥さんの親切丁寧な説明に対し、なんとフェミの人たち発狂してるみたいなんだよ。は？マジで？ではそんなフェミの理不尽極まりない発狂ぶりを見てみてよ。トゥーンベリゴン続報、つい主の妻が登場。他にもプレゼントがあったと夫を擁護するも、気持ち悪くてうげーって感じとフェミニストから拒絶される。もう救いようがないな。何を言っても嫉妬にまみれたフェミには届かない。それが現実っしょ。本当だね。なんだかおぞましい現実だよね。ちなみにネットではフェミ見てると永遠に幸せになれないんだろうなって思う。醜い嫉妬の嵐。嫉妬ね、嫌だわ。惨めというか哀れというか、笑ってしまった。自分に関係ないところによくこんな発狂できんな。思ったとしても本人にとつれる。幸せな奴は全員的。この先誰からも愛されることがないって自覚してるから、ストレスの吐け口を探してるんだな。哀れだよ。めちゃくちゃ幸せそうで羨ましい限りです。末永くお幸せに。この人たちに難癖つけてる人たちは末永く不幸が訪れますように。フェミニストの正体見たり嫉妬狂などと多くの人がフェミに対し怒ってるみたい。まあ怒るわな。何せ女性の人権云々ではなく、単なる女性の嫉妬なんだもん。こんなフェミなんか相手にすべきじゃないよ。そうだね。女性の人権に対し真っ当な主張をするのなら、フェミの存在も重宝されるのかもしれないけれど、ツイッターにはびこるフェミは誰がどう見ても偽物だもん。ほんと迷惑な人たちだよ。マジだ。エセフェミザーケンナ。エセフェミの皆さん、幸せな人を妬み攻撃するなんて絶対に間違っています。猛省してください。僕1月10日、成人の日だったでしょ。うん、めでたいよな。今年は各地で成人式が開催され、結構賑わっているようだったからね。ここ最近新型コロナの影響で成人式が開催されてなかったからな。めちゃんこよかったよ。そうだね。でもね、そんな成人式をめぐって一つだけ気になることがあるんだよ。
なん？では、次のツイートを見てみてよ。さくな。今年の新成人が120万人で過去最少なのに、去年の出生数が81万人って、ちょっとしたホラーでは。今年の新成人の数、過去最少だったみたい。しかも、去年の出生数は81万人って、めっちゃやばくない？めっちゃんこやばいやん。日本人がどんどん減っていく、ゆゆしき事態だよ。でもね、グレー。さらにやばい事実があるみたいなんだよ。さらにやばい事実？うん。ちょっと次のツイートを見てみて。よし。本日の報道でありましたが、新成人には日本に住む外国人の数も含んでいるとのことです。適当なリンクがなかったのですが、こちらとか。よし。新成人120万人の中には、日本に住む外国人の数も含まれてるな。それじゃあ、さらに日本人は少ないってことじゃね？そうなるよね。日本の少子化、マジで深刻すぎるんですけど。てかこのままでは、本気で日本を終わんぞ。日本政府は、ちゃんと少子化対策を講じてるんか？どうだろうね。さすがに何も手を打っていないとは思えないけれど。ちなみに少子化に関しては、次のような気になるツイートも上がってるんだよ。低血糖。出生数、2000から2020。日本、119万から 84.1 万。スペイン、39.8 万から 34.1 万。イタリア、54.3 万から 40.5 万。タイ、77.3 万から 58.7 万。韓国、64万から 27.2 万。台湾、30.5 万から 16.5 万。中国、1771万から 1202 万。マレーシア、57万から47万。アメリカ、405.9 万から 361.4 万。ブラジル、320.7 万から 260.9 万。あまり知られてはいないが、基本的に最近は世界的な少子化。特にアジアはスピードがかなり速い。少子化は日本だけのことではなかったみたい。世界的に少子化なのか。マジで世界、どうなってんの？てか韓国とか、64万人から 27.2 万人なんて、マジヤバだな。でも世界的な少子化が続いていけば、そのうち消滅する国も出てくるんじゃね？出てくるだろうね。せめて日本だけでも子供を増やさなきゃ。そうだね。そのためには、子供が生まれた家庭には、養育費配布などの思い切った政策を取るべきだね。だな。とにかく日本政府が少子化問題に手を打たない限り、子供はどんどん減り続けるぞ。岸田首相、聞いてるか？岸田首相は、国民の声より官僚の声ばかり聞いてそうなイメージだから、聞いてなさそうな気がする。岸田ざけんな。政治家の皆さん、少子化対策に本腰を入れるようお願いいたします。BTS マスクなるものが発売されるみたい。は？ BTS ざけんな。しかも値段が1枚5000ウォン、約500円なんだって。1枚が約500円だ？高すぎるわ。どう考えても高いよね。では、そんな BTS マスクに関する報道内容を見てみてよ。先頃発売がスタートした BTS 防弾少年団のマスクに1枚5000ウォン、約500円という価格が付けられ、高すぎると物議を醸している。そんな中、
日本企業がおよそ200億ウォン、約20億円で日本国内独占権を獲得したと話題だ。コネックス上場会社のドブマスクは、去る11日、兵庫県所在の会社が1737万ドル、約20億円規模の BTS、アートワークマスク日本独占供給輸出契約を結んだと明らかにした。おい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 、なんで日本企業が独占権を買っちゃってるんだよ。韓国で売れよ。ざけんな。おかしな話だよね。そもそもこんな高額なマスクが日本で売れるわけ？売れないと思うんだけれど。ネットでもコーヒーの二の舞になるのが目に見えてる。缶コーヒーみたいにワゴンセールでしょ。まあファンが盛り上がればいいんじゃないでしょうか。ファンのリクエストに応えて日本でも緊急発売とか言った後、コンビニの特価品コーナーで1枚100円ぐらいで投げ売りされる未来が見える。どこ行ってもこれ系のパッケージの商品、ワゴンに山積みになってるよな。わら。なぜ日本で、わら。元にノージャパンはどこ行った？日本で独占しなくてもアメリカとかでも売ればいい。世界中で人気なんだから。ああ、これは転売ヤーに買い占められるわ。つれーわ。コーヒーの二の舞クククウケるクククク。確か以前 BTS ホットブリューというコーヒーをお店で通常価格500円の高値で売ってたけれど、全く売れなかったため30円まで値下げされたことが話題になってたからね。今回のマスクも1枚500円だから、あのコーヒーのように1枚30円になるんじゃないのかな。なりそうだな。ウケるクククそもそも BTS なんて日本でそんなに流行ってないっしょ。マスゴミが流行っているように見せてるだけなんじゃね。そうだと思う。ちなみにマスコミと工作員ね。そうだった。とにかくこんな BTS マスクなんかを日本で売ろうとしても、一部ファンには売れるかもしれないけれど、確実に売れ残ると思う。そして売れ残った BTS マスクは、そのうち値引きされるのが目に見えてるよ。まあこの BTS マスクに関しては、おそらくいつものように、マスコミがご利用しするとは思うけれど、マスコミがご利用ししたところで、こんな高いマスクが売れるとは思えない。そうだ、金の無駄だ。BTS マスクだけんな。この BTS マスクの行く末、見物だね。だな。なんか宮迫博之に批判が殺到してるみたい。宮迫か。久々に聞いたわ、その名前。で、宮迫はなんで批判を浴びてんの？それがね、現在宮迫氏、焼肉店をオープンさせようとしてるでしょ。知らん。焼肉店をオープンさせようとしてるんだよ。で、その焼肉店オープンに向けての改装などで資金繰りに困り、コレクションである時計を売ったりしていたんだよね。そんな資金繰りに困っている宮迫の前にラファエルが現れ、関わりたいと助け舟を出したんだよ。でもね、そんな助け舟を出してくれたラファエルに対し、今回宮迫が非常識なドッキリを仕掛けたことで批判が殺到してるんだよ。なんか人としてやばそうな匂いがするんですけど。ではその内容を画像で見てみてよ。試食をしてもらおうの会でございます。これロース、これカルビですね。普通にうまいっすよ。めちゃくちゃうまいです。ちなみに。あー美味しそう。これほら。豚丸だし。うまっ。そこのスーパーで買ってきたんですよ。待ってください。スーパーのでも美味しいんですもん。タレが本マスか。エバラ、黄金の味。とんだバカ舌じゃないですか。
おい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 、これはファンが殺到するわ。試食に訪れたラファエルに対し、自身の店の肉とタレではなく、スーパーの肉とエバラ焼肉のタレを出した挙句、とんだバカしたじゃないですか、と言い放つ宮迫。人としてやばくね？人としてやばいよね。それに、スーパーの肉をエバラ焼肉のタレで食べた後に、自身の店の肉とタレを試食してもらい、その違いを評価してもらうのなら、このドッキリをやる意味があるのかもしれないけれど、ただ単に、スーパーの肉をエバラ焼肉のタレで食べさせて、ドッキリでした、で終わってるからね。何考えてるんだろうね。宮迫にはそこまでの発想力がないんじゃね？だって宮迫はただの芸人だもん。ネットでも、スーパーの肉美味しいのに、すべてのところに喧嘩売ってるな。あと一番怖いのは、宮迫の周りの人が、このドッキリするってなった時、誰も止めなかったのが一番怖い。本気で焼肉屋成功させたいなら、今はこんなドッキリいらないと思います。マジで、もっと本気で飲食に向き合ってほしいです。わざわざ試食に来てくれたラファさんに、恥かかせるような光景、見てて辛いな。協力者に嫌な感じのドッキリ仕掛けたり、全く必要ないのに、スーパーやエバラに喧嘩を売るあたり、この動画に牛宮城の全てが詰まってるな。こんなん出さないって、スーパーのお肉だとしても失礼。牛宮城を応援してたけど、スーパーの肉を見下してる感じがして、ちょっと残念。スーパーで、美味しいお肉で提供している人たちに失礼ですよ。オープンできてない焼肉屋が言うことではないと思います。本物食べさせないって変ですね。出せる商品用意してからするべきだと思いました。オープンしてからも逆にスーパーの肉を出します。宮迫の店の出す肉のレベルをまだ誰も知らない状態だからドッキリが成立しないのでは？俺も食べに行ったら騙されちゃうだろうな、などと苦言が殺到してる状況。批判してしかりだよ。しかし、この宮迫の焼肉店。個人的には成功するとは思えない。だって宮迫の焼肉店のオープン日は2022年3月1日で、完全にコロナ禍の真っ只中でしょ。それに、宮迫に経営センスがあるのなら成功するかもしれないけれど、これまでの流れを見ていても、ちょっと経営センスを疑うような場面が多々見受けられるからね。ゆるパンダは、成功までの道のりは長いと思う。俺は宮迫に興味がないから、全く知らないし、どうでもいいよ。まあそうだね。今回は、あまりにも失礼極まりないドッキリだったから取り上げたけれど、正直宮迫の焼肉店なんかどうでもいいんだけどね。とにかく宮迫の焼肉屋。もしかすると、大失敗に終わるかもしれないけれど、そうならないように努力してくださいね。宮迫です。演技悪っ。